魅力あふれる人々、名店、美しい景色、あなたが思う魅力あふれる滋賀を PR しませんか。そんな思いを琵琶湖間撮影隊が CM を作り PR、 あなたの夢を応援します。琵琶館 CM 制作プロジェクト琵琶湖間。さあ、安にやってまいりました。はい、安、久しぶりですね。久々ですね、はい、さあ、そして今日は琵琶館社員が全然いませんが、ね、どんだけ自由出勤やねこの会社は。二人っきりの琵琶湖間ですね。今日は頑張りましょう、はい、よろしくお願いしたいと思います。はい、さあ、後ろには早速三上神社がございます、うん、いや、立派な神社。こちら2200年前に雨の御影の神が三上山に降臨したものを祀ったものなんですよ、はい、2200年の歴史があるというね、すごいね。そしてこの御神体がね、はい、あの三上王なんです。いやー、こうして見るとね、本当大御富士、まさに大御富士でね、うん、あの尺八の晩さんの説によりますと、うん、これはピラミッドだと。なんでですか。ずっと彼はそう思って大きくなったみたいなんですけどね。ゆうさん、いつもお世話になってます。はい、琵琶館総合プロデューサーの大ちゃんこと荒川大輔です。銃のマイスターの、はい、はい、総合プロデューサー、総合プロデューサーって書いてますよ。はい、いつも琵琶湖間を羨ましく見ています。いつになったら僕の会社に来てくれるんでしょうか、うん、待っても待ってもそんな話が来ないので自分からメール出しちゃいました。そうですか、そんな来てほしかったよ。最近の琵琶館ではただの歴史オタクと思われがちですが、僕は本来維新ホームコナンを経営し、はいはいはい、たくさんの職人さんをまとめて家作りをする社長なんですよ。銃のマイスターやから ね、うん、その事実が伝わるようなかっこいい CM を作ってくれませんかね。ロケや CM の流れはだいたい頭の中で完成してるんで、スムーズに撮影できると思います。なんかところどころカチンとくるメールですね。とりあえずうちの会社に来てください、はい、荒川プロデューサーより。おはようございます。おはようございます。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。ついに住所来ていただきました。ほんまや、4年待ってました。4年はすごいですよ。やっと来てもうて。もうでもロケの流れできてんじゃない。あ、まあ、僕の頭で。わあ、すごい。さすが琵琶館総合プロデューサー。ほんまになんかプロデューサーや思い出してるやろ。いやいや、そんなことないですよ。ものすごいスタッフ嫌がってんだよ。そういうのキャラに仕立て上げられてるだけでね、僕はもうそれ乗っかってるだけですから、あの、せっかくですから中入ってください。 ありがとうございます、はい、じゃあ初めて入らせていただきます。はい、お邪魔します。はい、こちらが事務所です。わー、綺麗な事務所、はい、ね、そしてうちの大好きな親父です。こんにちは。会長さんです。今日はありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします、ね、いや、もうまさに昔からの職人さんという感じで。あの会長、はい、まず維新ホームっていうのは会長のお父さんが鉄工所されてた、はい、そうです。まあ、私も鉄骨で住宅も建てておりましたし、工場も建てておりましたけども、はい、まあ、維新ホームというものに出会いましてね、うん、中の構造を勉強させていただいて、はい、だからやっぱりすごい強度もいいし、うん、立派なものが使ってますんで、はい、これやったら鍛冶屋でも、うん、一生懸命進められるやろと、あ、いうふうなこう思いでね、はい、始めさせてもらいます。まあ、鉄工所と家作りってすごく密接な関係あるもんね、うん、そうですね。そして、はい、大輔君はいつから参加したんですか。もう10年、2003年から僕から来た、うん、はい、になりますかね、はい、僕は高専っていうところで鍛冶屋の勉強したんですけど、はい、もう職人としてはもう不器用なんですよ僕、ほんまに下手くそで、うんうん、その高専のクラスの中でも中の下とかね、そんなんやったんで、僕はもう親父に卒業するときにちょっともうとても鍛冶屋はつけへんと、うん、申し訳ないけどって言うて違う仕事を始めてたんで、息子さん人とももうどっちかいうと諦めててそうでございます。これで長男が帰ってきた。そうですわ。ほな、まあ、どんだけ嬉しいかっていうことがありますよ。いやー、それは嬉しかったやろな。そうです、そうです。腰変えてきてくれて、いろんなことを考えてくれてやってみたっていうのは、まあ、自分大好きの、まあ、まあ、おかげ。いや、ものすごいいい親子関係やな。帰ってきてこう仕事を継ぐって一番の親孝行かもしれないですね。まあまあ、それが一番ね、嬉しいですね、やっぱり。ゆうさんと一緒にさせてもらって、うん、
しばらくして滋賀を元気にする家プロジェクトってやったでしょ。琵琶館とコラボさせてもらって、はい、ずっと家建てるね、はい、やつを撮影させてもらって、うん、それがまあ完成しました、うん、で見学会やりますって言った時に、はい、もう今までには考えられへんぐらいの人がどっと来てくれはって、うん、でそこからですね、ほんまにこううちの会社として維新ホームの営業としてこう開店ほんまにしだした。はあ、何のおかげやって？え何のおかげ？なんて言ってました？あなたところがガッといったわ。誰のおかげ？ゆうさんのおかげ。ああ、そうかそうか。ほんでいいですか？あそうですか。いや、2010年のはい、あサイン、ゆうさんにこれもらったサインですね。あ嬉しいな、こういうメインのところに置いといてくれてね。もう立て祭ってますよ。立て祭ってますねえ、はい、これ以降経営が上向いたわけやからね。うもうパンパン。本当ですね。これは今まで施工したお家ですか？そうですね、まあ、ここ2年ぐらいかな、新しいヘイグという商品で建てたお家を上げさせてもらってますけど、うん、この真ん中の額縁、私ビアカンで見覚えある。あ、うん、そうそう、これもゆうさんと一緒に、はい、近江建築機構で特別編でこう紹介させてもらったやつなんですけど、お母さんの動線がすごくいいね。働くお母さんに送るっていうので、うん、これがあの2012年に維新ホーム全国で建てた2000棟のうちのベスト3に、デザイン賞としてすごい全国ですよね。2000棟のうち2000棟のうちの、まあ、ベスト3に、今までで正直一番嬉しかったアワードです。あ、僕の中 で、ほんまにこれ取りたかったんで、うん、デザインのいい家っていうのをずっと作りたくて、はい、一生懸命勉強して、それがこういう形で報われたっていうのが今までで一番嬉しかった賞です。あとはもう最近はやっぱりこのようなあの、はい、太陽光発電に力入れてるもんね。そうですね、もう今建ててるお家は全て太陽光発電、これすることによって20年間非常に売電収入がすごく高いので、はい、太陽光を乗せるのに当然初期費用普通よりかかりますけど、はいはい、20年で倍になるんで、その投資した額の倍返ってきますから、うん、もう株とか投資信託とかより今は太陽光発電、うん、そう、いや、ユーストも屋根むちゃくちゃ余ってるじゃん。ありますやんか、うん、あ、絶対やった方がいいですよ。あ、そうですか、はいはい、安しておきます。あ、うまい。いや、もうちょっと後で話しちゃおうか。俺もだいぶ貢献してるみたいな。なんかもう2人見てた兄弟みたいな、はい、昔から、はい、まあ、地元で、うん、ずっと小学校から一緒なんで、はい、小学校のじゃあ一つ上の先輩。そうです、はい、一個上です。その関係がずっと続いてるわけ。そうですね、まあ、ということは維新ホームに入ってからもう何年ぐらいになるの？今10年させてもらって、はい、うん、どうですか、一つ上のお兄さんみたいな大輔社長やけど、はい、うん、どんな人？難しいですね、うん、どんな人、まあ、あのつかみどころのない人ですかね。今頃どっかで笑っとめちゃうから。で現場の方は現場の方任されてますし、うんうんうん、で口も出してこないので、あ、はい、そこは分業がしっかりしてるんやな。そうですね、大ちゃんもう絵で出てきてる。何奥の方でニタニタしてるんだ。でも大ちゃんにとってはもうヒデっていうのはどういう存在なの？ね、まあ半分頭上がらへん。ああ、従業員ですけど、スタッフやけど半分頭上がりませんね。うん、まあ、元々はうちの業者会の一員やったんですよ。あ、はいはい、足場屋さんやったんです、元々。はいはい、うん、足場やってて、その時からまあよう仲良く喋って、うん、こっちに来るようになったのもきっかけはうちの親父ですわ。うん、ああ、そうか。親父がその足場屋でもう体をね、ちょっと体調も良くない時に、もうまあうちの現場生徒、うんうん。そもそもがもう会長とひでちゃんはもうほんまに通通やったんです。もう職人さんとこから。親父同士が仲いいんです、実は。あ、なるほど。もうそう、歴史あるんやな、やっぱりな。それでなんか会社の形っていうのがだんだんしっくりいくようになるんやろうな、うん、まあやっぱりもう現場のことはヒデですわ、うん、もうよろしくお願いします。しょうもない大好きやけど、よろしくお願いします。本当こちらこそよろしくお願いします。はい、大ちゃん、いや、うちのね、う家を建ててる旧仕事道繁栄会っていう業者会なんです。あ、こんにちは。こんにちは。いやー、なんか
かなかすごいいかつい人ばっかりやな。濃いメンバーばっかりです。こうやっていつも会長を囲んで食事会とかやってるわけ。そうですね、お花見であったりとか、あの夏のバーベキューとかね、年に何回かこういう形で。英語ばっかりでね、もういろいろも助けてもらってます。ありがとうございます。いやでも家作りっていうのはやっぱりこんなやっぱりたくさんの人で、そうなんです。やっぱりやっていく。もうこれでも全員ではないですけどね。畑をあの敷地にしたり、ああそうかそうか。一番最初の段階や。そうそう。地面が柔らかいか硬いかによって家が地盤沈下しないように。そうそうやから結構ストレスかかる。ストレスかかる。うちの、旧仕事と繁栄会という、ね、会の、まあ、理事長、お客さんにいいお家で食べていただいたという思いでお掃除しました。やっぱり緑はね、やっぱり家の引き立て役やし。サッシとそれからサイディング、壁。壁、屋根工事、それから防水工事、屋根工事、ミーデラ、本庄寺ミーデラの御用達の瓦屋さんですから、ね、もう太陽光がもう今ぐんと上がってきてますね、そのコーディネートをやってもらうのが山本君で、ああそうですね、うちはちょっと6代目です。いろんな建材関係の卸を担当してもらって、トラック営業車、トラック、あ、大ごとの温泉街、旅館街、畳を一滴切れる。面白いじゃないよ。だんだんやっぱ仕上がっていくのがね。家大で庭で家庭でもない。うまいこと。コンプライアンスバッチリだ。家計の方もやってる。お客様の家計にも優しくて、地球にも優しい。業務提携して、あの一緒にさせてもらって、JC の先輩でも。二つ JC の方。一平塗装っていうんですけど、息子の名前とって、屋号にしてはる。家作りっていうのはもう、ほんまいろんな人が関わってるんですよ。そうなんです。まあ正直、まだまだいるんですね。ほんまに職人は宝。これがうちが一番ほんま自慢したいところ。だからもう、どうしてもこの CM を作るにあたって、もう職人さんと一緒にやってる家なんだっていうのを僕はどうしてもやりたかったんで、で今日はもう非常招集を、緊急招集を。でもまあ緊急招集してこんだけよう集まるな。あ、もうそれはもうありがたいことですね。ありがたい話だな、本当にね、はい、じゃあもう大輔の頭の中に CM のプランあるみたいやから、ね、うん、思い描いたプランで撮っていこう。あ、やってみよう。ああ、はい、やりましょう。やってみようかって時たま腹立つ。まず全員で、移動して、その後に、ちょっとその CM カットに使う職人さんの荒川監督や、車にできるだけ乗り合わせていってください。クレーカーを測ってる感じで、多分これがええと思う。これでこっち。はい。いいよ、おまけにゃ。せーの。石井も。早い。せーの。石井も。わざと。大丈夫。わざとか。石井も。来た。抜ける。滋賀を元気にする公務店、新法。